2022年最後の YouTube になります。最後の YouTube がスタイリングの YouTube っていう、すいません、なんかあんまりまとまりがないんですが、よろしければご覧いただけると嬉しいです。年内ラスト YouTube 撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。大掃除がなんとすごい長引いてしまいまして、本日12月30日の30日となっておりますの3時でございます。非常にポケットでございますので、よろしくお願いします。はい、春ですね。実はちょっとヒール、つま先が尖ったヒール靴がすごい気になっておりまして、どうなんだろう、この辺のクとか、あ、かわいいんじゃないか、かわいいではないか、こんな感じで、代々木ちょっと連れたりとかするとき、あ、かわいいかも、真っ白で、ちょっとメガネかけたりとかして、あ、娘が泣いております。今パパが見ております。すいません。アウターが、3年前ぐらいのユニクロになります。パンツがイナフのホワイト、今販売中のやつなんですけど、これ SS すごい使えるんじゃないかなと思っております。台湾の、多分これ結構セレクトっていうか、なんていうの、すごい、多分どこでもよく、ちょっと最近去年か、見かけてたんですけど、もうスケスケが、可愛い、スニーカーをチョイスしてみました。あの、割れちゃって。まだ寒かったら、ニット帽に、こんな感じで、なんかちょっといつもと違うウケるみたいな感じで、ウケるってこちら、これ一回自分がインスタグラムでアップしたことがあるかと思われます。すいません、なんか本当にこれリアルスタイリングなんで、同じやつになるのをお許しください。ブラウンのパンツにロングのブーツで、これが端材を使ったカバンの、こちらがブラウンのコートになります。スキニーだとちょっと昔っぽくなっちゃうんで、ちょっとこうダボっとしてる感じ。ブーツが、ちょっともうちょっと丸い個性的なボッテガっぽい感じでもいいかなって個人的には思ったんですけど、ちょっと長く使えるブーツが欲しかったので、今回こういうブーツを選んでおります。すごいね、ベーシックで使いやすいブーツでございます。ゲストを呼んで次の動画につなげておりますので、よろしければ。はい、今日萌え先生がうちに来てくださいましたので、スタイリングのポイントを教えていただけたらすごく嬉しいんでございますが、いかがでしょうか。今日はちょっとダボってしてた方がかわいい、すごいかわいいバランスだなって思ったので、ちょっと大きめのゆったり、でもパーカーとかだとなんかカジュアルすぎるので、あ、こういうセなんかニット、ニット、それどこのなんですか、その古着屋さんで、古着屋さん買ったので、かわいい、そこのゆるっと感がかわいいなと。可愛いんですけれども、どうやって見つけるんだろう、古着ジャンピークとか、あ、中目ですね。それはどこで買ったんですか。これも中目の古着屋さんですね。可愛い、すごい
すぐ買いますよ、いいのあったら。うわ、もう金に糸目をつけないということで、お金に出会いですね、間違いない。そのニット帽が、これが木島さんです。あ、私が持ってもう持ってるやつかも。でもサイジングが違うかも。なんだろう、私でかいからか。だから重いじゃん。他との違いがね、はい。で、パンツ、うちののブラウン入ってもらってて、あとその、このローファーは、どこのヴィンテージかな。このローファーもヴィンテージですよ。ヴィンテージ。さすがです。めっちゃ。ちょっと大きいでしたから。ああ、じゃあサイズ中敷き入れて、調整するって感じ。今日は似合いそうだったんで。ああ、かわいい。さすがっすね。はい、じゃあ次のスタイリングいきます。ありがとうございます。もう一回の後ろ姿だけ、うん、かわいい。去年から出してる SS のシャツなんですけど、今回ニットパンツを合わせていただきました。かわいい。ブーツがボッテガ、かわいい。でもいいんでもかわいい。あの今時っぽいですよね、いいんだと。かわいい。うん。でもかわいいですね。どっちもいける感じが。素敵です。ちょっとね、透けさせて。まあ、これに結構厚めのアウター着たら、全然冬もいけますよね。うん、ここが透けないようになってるんですよ、フロントだけ。そう、だからちょっとエッチな下着入れてもそんなにエロくならないっていう感じで着れるアイテムになっていましたね。もうちょっとだけ切れ目が好きっていう方、ブーツの形をもうちょっとこう切れ目のブーツに変えてもいいかもしれないですね。丸めなんで今履いてもらってるのが、そういうのに変えるだけで雰囲気変わりますよね。ネック部分がスタンドカラーになってるんで、あのなんかちょっとこうヤングっぽくならないというか、いや、ヤングなんですけど、萌えちゃんは。なんかそこまでヤングに。もうこっちだってアウトですからね。ああラストスタイリング、アウターを着ていただきましたけれども。ブラウンにね、カーキで。で、あとローファー合わせるのが本当に上手。さすがですよね。スニーカー合わせじゃないところがめちゃめちゃいいんじゃないかなと思っておりますけれども、はい、ポイントなんでしょうか。ポイントはあブラウンに合うチェックシャツ。チェック合わせるってすごいですね。かわいい、ね、合うなって思って、うん、かわいいです。チェックシャツ持ってない人は何を合わせるとかわいいですかね。なんだろう、カーキのニットとかも可愛い。可愛い。うん、ハイネックニットとか可愛いかもしれないですね。ハイネック可愛いですね。うん。オーダーコートのブラウンの L サイズなんですけど、じゃあちょっと立ってみてもらえますかね。はい。ゆうぎさんちょっと、はい。おい。おい。可愛いです。いや、すごい可愛い。で、サイドがボタンになってるので、最悪ここ閉めてもらって、きれいめに着てもらってもいいですし、ダボッと。本当ですね。そう。なんかヒール合わせとかも絶対可愛いですよね、このコートは、はい、そこを押さえてるのもすごい可愛いんじゃないかな。ロングブーツも、あーそう、ロングブーツも可愛い、良さそうですね。このコートすごいあったかくて、あのめちゃめちゃいいコート、ちょっとだけメンズになるように作ってるので、そう、なんかちょっとあんまりレジに振りすぎたくないっていう方は、いいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。あの質問のやつで YouTube 集めてるんですけど、ちょっと時間が今年なかったので来年やらせていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今回もご覧いただいた皆様ありがとうございました。 YouTube は、かなり気楽にできる、自分を表現できる場所としてすごくマイペースにやらせていただいてきたんですけれども、
ちょっと引き続き来年もマイペースにコツコツできるようにしていこうと思いますので、またご覧いただけたら嬉しいです。良いお年を。